こんばんは、アルビスタジアムです。今日は昨シーズン11ゴールを挙げた太田選手、そして昨シーズン9ゴール農園グッズも好評だった谷口選手と今シーズンのアルビについて話していきます。お願いします。お願いします。お願いします。昨シーズン亮太郎も9ゴールということで、はい、どうでした？いや、正直でももっと取れた感じしません？なんか、まあ、海も9ゴールで、まあまあ決めてたらね、はい、もっともっとチャンスめっちゃありましたし、チャンスはあったね。まあ今日もその中でトレーニングマッチしましたけど、2人はキャンプどうですか？まあ自分はいい疲労感で充実してやれてますし、まあ、体も徐々に仕上がってきてるかなという感じです、うん、まあ俺はもうなんだろう、毎日必死というか、分からないことも多かったから、こう一日一日、まあ、プライベートも含めて、まあ、毎回練習で言ってくるもんね。なんて、先行って、分かんない、分かんない、先行って、この目に分かんないから先やってる。いやでもそうあんま見えないですよ。いやでも分かんないのにさ、分かんない人がいないから、俺以外でみんなほとんどやってるから、あんま説明がないじゃん。基本説明してくれるよ。基本説明しますけど、でも分かります。なんか基本なんか分かります。俺分かってるよねみたいな感じでスタートするから、いや俺分かんないよみたいな。だからカイトとかいたら、ちょっと先の割に一番最初に出てくるから、ね、準備とかも。新潟の選手ってなんかすぐ仲良くなるってよりは、こう最初ちょっと距離を置いてどういうのか見つつ、なんか急に仲良くなるじゃんみたいな。俺見られてるじゃん今。多分見られてるです。試されてます。試されてる。試されてます。でもそれちょっと感じるからプレッシャーなんだよね。俺今見られてるよねっていう。いや結構見られてると思う。そうだよね。ああ見ててどうなの？じゃあまあまあじゃないですか。一番良くない。いいか悪いかにしてよ、ね。まあ、でもそんな別になんか焦ってる感じ、やっぱ落ち着きあるじゃないですか。まあカイトとかに比べると、カイト君と同い年見えないですよ。みんな言いますけど。みんな言うよね。まあ、俺が若く見えるってことでしょ。ちょいちょいちょい、落ち着き、そう落ち着き、落ち着き、なんか落ち着いてる。精神年齢、はい、容姿だけで言ったら違うんですけど、精神年齢だよね。やっぱ家族がいるんで、家族の落ち着きと、まあだいぶ違う。家族がいない人の言い方悪いね。言い方悪いね。言い方悪い。どうですか、キャンプでの仕上がり具合どうですか？MC ダメなんで。谷口選手か。仕上がり具合、まあ徐々にいい感じにはなってきてると思うんですけど、まあまあまだまだ詰めるとこは詰めないといけないのかなとは思いますけど。元選手どうですか？今の段階が、まあ、新潟にとっていいのか悪いのかは正直わからないから、うん、初めてだし、まあでもその、まあ、個人的な話をすると結構いろいろ見えてきた部分もあるし、チームとしてやりたいこととかも分かってきて、まあ、選手それぞれの持ってるものっていうのも、まあ、見えてきてるから結構まあ順調なのかなと思うけど。今どうですか、自分の中で 100% の力を出せてるのかどうか。いや 70% とかかな。まだ最初は 60% とかだったけど、まあ、徐々に上がってきて。そんな変わらんけど。そんなもうちょっと変わってほしいね。亮太郎は？いや俺はでも体はできてきてますけど、なんかきつ、なんか体がだんだん疲労、なんか悲鳴上げてきたっていうか、いい意味で疲れがね、はい、それがキャンプって感じしていいんですけど、一、ね、回どっかで休み、まあ一日だけ休みみたいな、落とすというか、ね、落とすというか、まあでもオフあるんで、そうだね。でキャンプではどうですか、どういうところに今年は重点を置いてるっていうか、どういうところを意識してキャンプに入ってますか？まあまずは健康第一。私大事大事、はい、一番大事ですねっていうところと、去年もね大変だったからね。去年もいろいろとあったから、まあ個人として今はちょっと運動量を上げるというか、うん、意識的に歩くところを少なめにしようかなっていうのは今やっては、ゲーム中とかですか？ゲーム中のところはあるかな。太田選手どうですか？まあ俺はもう自分の特徴をみんなに分かってもらうっていうところはと、まあ、みんなの特徴を分かるっていう、そこはキャンプの一番優先事項は高いかな。大変ですよね。でもそれは大変。去年めっちゃ苦労しました俺も、うん。はい、そいや俺も結構去年最初俺結構みんなに人見知り人見知りって言われてたんですよ。ああでも確かにそんな、どうでした俺、うん、最初そんなこんな感じじゃなかったっすか？イメージなかった。そうっすよね。そうそうそう。でなんか人見知りっていうか、猫かぶるすぐ。あ、それはあるっすね、うん、最初ね、はい、
まあ、俺も徐々にやっぱみんなのことを観察しながらだったんで今年はだからもう自分がもう新加入を迎えるっていう立場なんでどんどんいじっ て, いじってほんまに新加入っていうのはシュウ君だけなんで、うん、新卒も珍しいよね、はあ、確かにこんな状態って、ね、珍しいです。本当にすごく貴重な体験してると思う。より難しいね、うん、いろんな人なのにお前全然引き出してくれないもん同い年なのにすごい最初とかさ なんで引き出さなきゃいけないんだよえ怖っ。でもこの代多分マジ人気出ると思います俺。どういうこと？太田選手、あと藤原選手、谷口選手、この3人多分人気出ると思います。どういうこと？でもなんか何を根拠に言って、なんか色強いじゃないですか結構。宗谷君は宗谷君で色結構色あるし、海人君も海人君でなんかサッカー選手なのか農園がたまに分からなくなる時あるんですけど、まあ、いろいろやってるからね。こっちもでも結構ソウヤもカイトもドライだった。そうっすよ、ね、同い年だからもうちょいなんかウェルカムな感じで迎えてくれると思ったのに、最初全然うよろしくみたいな感じで結構スカすんすよ。カイトもカイトも最初結構スカしがちっす。これちょっとやっていけないなって思った、まあ、まあまあ新米には厳しい厳しく厳しい厳しくいった入り口だってそこかなって思ってこうずっとドアさこうやってやってたんだけど開いてなかった鍵そこのドア確かにロッカーでね挨拶されて俺うっすとか言って最低じゃないで、ソウヤ君ずっとドライじゃない。ソウヤはドライ本当にドライ、まあ、ドライあいつ自分持ってるって自分のでもソウヤ君は待ってますよね結構喋り来てくれたらね。そうっすよね、うん、来てくれる方が確かに喋ると喋るね、はい、俺も俺はちょっとまた違うんだよテイストが。喋ってほしい。いや喋ってるけどね目合わないんだよね基本俺、うん、目見てくんね今はね、ね、なんか飯とか食ってる時に隣で話しかけてもなんかここら辺見て喋られるんだよずっと。これそんなに目見たいの？目見たい意思疎通できてない。まだ心開いてないっすね。それはあるかまだ鍵閉まってるし、うん、二重固め熱厳重だな。まあ、良太郎はまあなんだろうな、逆をつくのがうまいじゃないけど、あそういうことするんだみたいな、試合中でもそうだし、まあ、練習でもそうだし、あ今のタイミングでパス来るんだとか、まあ、こうみんなが思ってないようなプレーをすることが多いから、まあ、面白いし、まあ、シュートのパンチとかもあるし感覚もあるしパスの感覚もあるし、まあ、いい選手だなって思います。どう気持ちいい？ありがとうございます気持ちいいです気持ちいい。この辺で、この辺で持っていてくれんかな雨つったえ、また？あった？カイトはやりながらやめろよ適当カイトはカイトはそれはなんだよ、しねえよどう、もう一個だけ閉まったもう一個30になったきちいや、カイトはまあ結構もともとプレーも知ってたけど、そんな見てない。見てるよ、ゴール集だって見てるしね。えでもね、シュウ君結構見てますよ、見てる新潟の選手のこと。マジ？あの過去の点との取り方とかだってあれですよ、ゴール全部見たんですよ、全ゴール集見た。あそういうこと、あの動画とかで、動画とかで。カイトはそのシュートのタイミングとか今打つのみたいなのとかよくあるし、ういまあ結構なんか無理聞くし、うい、まあ裏に走るタイミングもいいし、まあいい選手だなって思うっすね。気持ちいい選手。ダメなとこも。ダメなとこ。それも言ってきましょうか。それも言ってほしい。ダメなとこ。ダメっていうか、もうちょっとこうしたら、いやもうちょいガー出してほしい。フォワードとして。でもカイト君結構出しますよね。出す。俺出すよ。カイト君結構出しますよ。なんかそれまだ見えてない俺。あマジですか。なんかもっと要求してほしい。ああ要求か。無理やり打つとか。このタイミングで出してほしいとか。カイト君は要求っていうよりも。背中で語るタイプ。やかましい。どっちかって言ったら。やかましくないでしょ。背中で語ってんだよ。静かか。静かいやいや。カイト君結構強引にシュート打って。あそのイメージあるよ。そのイメージある。出してほしい。あそうですよね。出したやつに反応する。そうそうなんか結構よもっとでもまあ要求してなんかオラオラしてほしい。フォワードだから。あまあまあ。フォワードとして、ね。そう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 。オラオラ感必要だな。良太郎。良太郎は自分のなんかプレー多分描いてるイメージ通りにならなかった時のリアクションでかい。あーってかもうその時間が長すぎてもう切れないやろやと思って
それは思うね。それだけどいろんな人に結構言われます、ね、言われる、はい、だ多分理想があるからそれにずれるとその自分の中であれがあると思うんだけど、めちゃめちゃ自己中やん、めちゃくちゃうるさいんだよ。お前切り替えろやと思う。それは思う、ね、あ確かにそこかな。自宅にどうすか、カイト君は。シュウ君のいいところと悪いところ。あシュウのね、パッと出てこいよ。いやでもやっぱり縦への推進力というかゴールに向かうところでの質というかそういうところはすごい、フォワードとしてもクロスも上げてくれるし、なんて言うんだろうな、怖さはやっぱりあるなっていうのは、パンチもあるしシュートの、まあ、そういうところで、まあ、自分も絡みながらゴール数を増やしていければいいなとは思う。逆に悪いところはいいですか。悪いところとか、悪いところ聞きたいな。うーん、あんま今のところないか。めちゃくちゃいいじゃん。ゆうたろうが、まあ、でも俺シュウ君が今言ったみたいにやっぱまず早いっていうのがあるじゃないですか。いや村の抜け出すこう回数っていうか、うん、常に狙ってる感じがプンプンに寄ってくるんで。だからまあ顔を上げたら結構抜け出してるふんがふんがしてるふんがふんがしてるんで。やだ。でもなんやろな、悪いところこうもうちょっとこうこうしてほしい。裏抜け早すぎてクロス上げるタイミング全然間に合わない俺らが。確かにそれは、それはマジで早いんで、多分シュウ君が裏抜けして追いついてそのまま上げるタイミングで俺ら全然まだ後ろいる。基本マイナス。そうです、基本マイナスなんで。シュウ君に入れよって結構言われるんですけど、いや無理っすね。あれちょっと早すぎて。確かに俺ももうちょい溜めた方がいいよね、はい、あれね。それはね今日の振り返りでも思ってたんだよね、練習じゃない。タイミング的にあのタイミングで入れるからいやらしいっていうのもあるよ、ね、だからまあこうサイドに要求するというよりかこうもう斜めにゴールそのまま行くぐらいの感じの方がゴールにね、はい、直接しちゃってほしい、全員置いていくみたいな見方。そうだね、それも回数必要だよね、うん、まあでも去年11ゴール取ってるんでね、まあまあ、そういうところは多分分かってると思うんですけど。いやまあまあ、いやそれはまあどうすか、こだわるよ。